私は小鳥の専門員ではないんですけど、うん、昔から小鳥は見てるんで、うん、食事のことね、うん、これ小鳥のポイントなんでこの裏に書きますね、はい、食事って一番大事じゃないですか、ね、で、小桜とかオカメは、うん、まあ、ペレットあげてます。ペレット、ペレットタイプのフードあげたい。まあ、もうちょっと大きいのもあるんですけど、まあ、まずこういうペレットタイプ、はい、まあ、パウダーもあるんだけど、はい、こういうのもやるといいですよね。それからあとはシード、皮付き混合、うん、で皮付き混合って何種類か入ってるのあげてる、うん、モゾの、そうそう、あのオカメ用とかさ、小桜用の皮付き混合は、うん、まず適正用のあれはアワとか、アワヒエキビ、こう丸いちっちゃいですね、それとあとカナリアシード、はい、ちょっと長細いですね、入ってる、はいはい、でプラス、オカメとかはあのなんだっけ、ひまわり、ひまわり、うん、ひまわりの種とそれから麻の実が入ってますね、はい、でまあ入ってればボレー粉も入ってるやつもあります。このボレー粉は結構大事でカルシウムの感じ。ボレー粉だけはね別個で買ってる。別個で買ってる。毎日やってる。絶対これはやった方がいいですね。うん、で、はい、まあこういった皮付きのものをやった方がいい。で、うん、時々皮むきっていう商品もあって、これを拡大するとね、皮があって種があって、うん、胚芽があるんですね。でこれ皮付きですよね。皮むいて胚芽も食べる。だから皮むきは皮が取れて一緒に胚芽が取れてます。とここの一番栄養価の高いところが取れないし。それからあと傷みやすいですね、皮を見たら。でも避難の時はアワダマあげますよね。アワダマはこういう状態です。だから傷みやすいですから。だけどまあそういう時に例えばアワダマにこのさっきのパウダーフードを一緒に入れたり。で皮付きこういったので足りない栄養素が入っているのがペレットとかパウダーなの。だからそういうのもやった方が足りない栄養素が取れるから、このサンプルフード持ってってください。でこれ普通の餌にかけやればいいんですか？まあ、慣れてないと絶対食べないから、とりあえず5粒か10粒入れてください。それとあとこれは耳かき半分ぐらいこの皮付きにかけてください。そうすると皮付きの皮を剥いて食べることに多少は入ってるから、これを崩したのがこちらです。でこういうのも取った方がいいですよ最近はね。全然知らなかったです。であとこのカルシウムはすごい大事で、カルシウムを補うためにはボレー粉、他にはあとイカの甲とかね、うーん、白い平べったいやつ、ね、そうですね、うん、よく壁にかけるやつありますね、最近私ねやめましょうって言ってるのがエンド、赤い土の塊、はい、あれは下に置くやつなんだけど、塩の量がねその商品ですごい違うんですよ。でまたうんちがつきやすいじゃないですか。で検便すればわかるけど、すごい細菌だから正常でも繁殖されちゃうから、もうエンドはやらん方がいいと。だからおすすめしてない。だから勧めてるのはボレー粉、イカの粉、まあ、あとミネラルブロックっていうのもあるんですけど、なかなかこれ売ってないんで、まあこういったの、これはカルシウムだけじゃなくていろんなミネラルも入ってる。それからあと砂、鳥って胃袋3つあるからさ、その音と、それから繊維と菌、3つあるんですよ。で、その餌を貯めとくとこで、ここら辺に繊維があって消化酵素が出るとこで、3番目が筋肉の胃袋、その中にグリッドっていうのが入ってるんですよ、うん、要は砂のこと。だこれ売ってるからさ、これもあげた方がいいですよ、砂、まあ、いわゆる川砂ですね、うん、大体子供の餌売ってるところには置いてあります。あ、そうですか。グリッドって言って一種のことですから、はい、これもちょろっとあげてください、はい、で食べ慣れてない子はいきなりガガって食べる子もいるから、だから最初はちょっとずつやった方がいい。でこれが入ってない、ま、子は、ま、ボレー粉をしっかりやってればこれもグリッドの代わりになるからさいいんだけど、まあでも、まあ、グリッドはやった方がいいかなと思う。それと食事以外で大事なことは日光浴、うん、はい、でこの日光浴もガラス越しは日光浴になる、網の越しならいい、窓は、はい、で猫にやられないように、はい、したいとダメですからね、でこれ UVB 浴びるわけですよ、ね、とガラス越しは UVB が通らないから、で、まあ、時間は1分から30分ぐらい
でいいから、うん、この UVB を浴びることでビタミン D が体の中にあるのが活性型のビタミン D になって、うん、これがカルシウムの代謝にすごい関係してくる。からあとは免疫力も上がってくるし、だから私のコスト少々も肉を浴びろって言いますけどね。そうそうそう、だからあのもうこれ今日まで2時間ぐらい浴びてもいいんですけどね。ただまあ冬場に2時間は寒いからさ、まあ窓、部屋の窓を開けといて、まあ1分でもいいんですよ。朝でも昼でも夕方でもどの時間帯でもいいから、だって仕事してる人は日光浴できないっていうかさ、そしたら朝1分でいいから浴びさせてくださいとお願いするんですけど、これめっちゃ大事ということで、これ書いてあるんで、ありがとうございます。恐れ入ります。はい、じゃあ、はい、ももちゃんね、ごめんなさい、関係ない話ばっかりしちゃったから、ももちゃんのその様子を観察してください。おしっこがだからジャーッと出ればいい、でもちょこちょこしてるのはよろしくない。うん、はいはいはい。じゃあこのご飯はもうここで渡していいですか。はい。で、ご飯のこれね。はい。からこれは何回落書きだかとしておいてくださいね。はい。でこれ持ってきてもらったご飯、ね。これね。多分、でも普通ロイヤルカナンのご飯食べてるとね、あの心の問題以外の膀胱炎はなりにくい。決勝あのね、この子ね、あの私別居なんだけども2軒先に住んでて、うん、毎日のように朝晩顔見に行くんですよ、うん、あ、はいはい、で、あの前はもうすぐ寄ってきて、うん、もうなでろなでろで、うん、ところが2匹目が来た時にもうパタッと来なくなっちゃったの。さっそした心の問題って書いてるね。だから遠慮しちゃってもう来ないんですよ。で、その2匹目3匹目が来ないと、しばらく来ないとやっと寄ってきて、うん、撫でてって言ってゴロンと撫でて、うん、すごい気を使う子なんですよ。かわいそうなくらい。なるほどね。なるだけさ、その子にこの子からさハンドフィーリングした方がいいよね。そうですね、うん、そういう心の問題で、そのな食べ物だけじゃケアできないからさ、うん、声かけ。猫もね、本当は1匹で買ってあげないとかわいそうだよっていう。まあ確かに、でもね、反対に何匹かいた方がいい場合もあるんですよ、もちろん。あ、しまう？はいはい。ちょっと、じゃあこれ待ち。ありがとうございます、先生。はい、じゃあそういうことですよね。はい、お世話になります。じゃあ、ももちゃん。明日9時過ぎに。はい。じゃあ観察用をつけてね。で、はい、その今のサンプルフード食べんかったら、もうどのご飯食べさせてくださいね。食べんと困るから。わかりました、ね。でも食べるんだったら、もうどんどん食べさせてください。はい。はい、お願いします。ごめんなさい。